一つだけ告知させてください。8月8日愛知県春日井市神領駅近くのお店頂上決戦します。おめでとう。まあ、おそらくね年一の日になると思うのでぜひ近くの人一緒に戦いましょう。よろしく。絶対行こう俺も行くやんな。はい、よし、はい、グッ。どうもさんです。今回なんですけどおきゅうび5夜桜挑戦部信頼実践していきたいと思います。本日なんですけどピン稼働でございます。他の方が全員予定があるということで今日はね一人で信頼打っていきたいなと思うんですけど、まあ抽選勝ちまして3枚引きました。で、信頼の方もう取れたんですけど、まあ、見た感じどうなんやろう、うん、回るなんかちょっときつそうな気はするんですけど、まあ、ちょっと打ってみんとわかんないんでねとりあえず打っていきたいなと思います。で、まあ、この台なんですけど、まあ、僕は結構ね、前から注目してて、まあ、なぜ注目してたかというとね、海物語ってやっぱ通常回転早いんで、まあ、期待値積みやすいと。プラス、右打ちが、まあ、ゲンさんみたいな感じになってると思うんで、まあ、右の消化も早い。ということは、まあ、通常多く取れるんで、回る台なんやったら期待値めちゃめちゃ詰めるんじゃないかと思うので、まあ、結構いい台なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、エースとは、まあ、おそらく歴代シリーズ一緒やと思うんで、あとはね、右打ちがどれぐらい楽しいかというところやと思うんですけど、まあ、その辺も注目していきながら、行きたいなと思います。で、ゲンさんと同じやったらね、おそらくワン、ツー決まるんじゃないかなと思うんで、まあ、その辺も見ていきたいなと思います。で、今日、まあ、なぜ車の中で撮ってるかというと、ちょっと強風でね、ノイズがめっちゃ入るんじゃないかなということで、今、室内で撮ってます。まあ、なんか、YouTuber っぽく、こう、ね、自撮り棒で撮ったろうかな思ったんですけど、ちょっと、風が強いんで、まあ、後でね、どれぐらい風が強いかっていうのも、ちょっと見せたいなと思います。ということで、よろしくお願いします。で、あ、そうや、大事なこと忘れとった。今日、一人なんですけど、換金ギャップが結構ね、食らうお店なんで、持ち玉作れんかったら結構やばいですね。まあ、やっぱね、換金ギャップ食らうところで現金行くと、まあ、結構まずいんでね。まあ、持ち玉でなんとかね、遊戯できればと思います。展開に恵まれんかったらマジでやばい。という感じでよろしくお願いします。チャンス
素晴らしい天気、素晴らしい。だいぶ風増しになりましたね。今内容なんですけど24ぐらいですね。で持ち玉が6000玉ぐらいあるんで、でまああと多分5,000-6,000円は期待詰めるんですよ。でもし仮にその時に玉がなくなった場合、もう6時とかになると思うんで、その場合は撤退します。なのでまあ持ち玉が続く限り今から行き続けることになります。まあ24も回ってるんでね、そりゃ期待詰めます。でまあ、やっぱ通常も早いし右も早いんで、まあ、この台めちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思います。ということで戻ります。ノーマルで当たりました。もうねさすがにノーマルは分からん。お疲れ様です。出玉なくなったんでこれにて撤退します。朝も言った通り換金ギャップがあるお店なんで、まあ、18時過ぎて、まあ、ちょっと現金ってなったらちょっと厳しいかなと思って、やめました。今日の結果なんですけど、チョ玉3000玉使って現金投資が0円なので、マイナス3000玉となりました。で内容なんですけど1000円ベース、23.7 と、全然いい内容やったんですけど、まあ、さっきも言った通りね、現金になっちゃったんでやめという形です。で、今日はね、おきうみ5、夜桜超旋風初打ちということで、まずは流行るか流行らないか、僕の予想は、流行ると思います。おめでとうございます。というかもう、流行ってほしいっていう願望も込めて、流行ると予想します。良かったところはね、おそらくなんですけど今ある台の中で1日打ち切った時の通常回転数一番稼げる台かなと思います。まあ、理由は、まあ、海ってやっぱ通常回転数早いのと、まあ、右打ちがねサクッと、終わる、まあ、減算仕様になってるので、まあ、左に戻るスピードも速いという形なんで通常回転数が稼げる、で通常回転数が稼げるイコール
期待値が積みやすいという感じで、めちゃめちゃいいです。おそらく本気出したら、まあ、11時間稼働で3000回転ぐらい通常いけるんじゃないかなと思います。まあ、今日はちょっと18時に終わって、僕が1970ぐらいやったんで、まあ、しかもね、休憩も行ったし、まあ、ちょっと外で視聴者さんと喋ったりという感じもあったんで、そこまでがっつり回してなくてこれなんで、まあ、やっぱ早いんじゃないかなと思います。で、あとはね、100% ラッシュにつながる、まあ、これは結構でかいんじゃないかな。で、やっぱね、夕方から行ってパチンコでね、なんか何ぼか勝ちたいなみたいな人が、やっぱ通常引いた時腹立つと思うんで、 100% ラッシュやったらとりあえず当てれば夢あるみたいな感じはやっぱ人気出るんちゃうかなと思った一個の理由です。まあ、今までね、海物語って時短中核編中に弾減る可能性ってあったと思うんですけど、まあ、今回の海物語に言ったら、その心配がないと。で、電柱、まあ、ベロがね、開いて閉じて開いて閉じてすると思うんですけど、まあ、閉まる直前ぐらいに2発打ったら、まあ、対応できるかなと思います。で、右打ちのワンツーなんですけど、まあ、見た感じ僕めっちゃ決まるんかなと思ったんですけど、意外と右のね、釘に結構当たって、グジグジってなって、球が離れたりっていうのもあったんで、まあ、ゲンさんよりは決まりにくいんかなっていう印象を受けました。まあ、自分が今日打った体感では3割ぐらい決まったらいいかなっていう感じでしたね。もっと上手い人がやったら半分ぐらい決めれるんかなと思います。まあ、コロダイのあんまり良くないんじゃないかなと思ったところは、まあ、やっぱねスペック上辛いんで、逆にね通常回転数が速いということは、ボーダーめっちゃマイナスな台を打ち続けたら逆の期待値をめちゃくちゃ積んじゃうことになるんで、まあ、それはちょっと厳しいかなと思いました。まあほんまにこの台はガチプロの方からしてもね、通常回転数稼げる台で、特技とかで抱いたらまあ結構狙われる台になると思うんで、僕も流行ってほしいと思ってます。てか久しぶりにね一人のカードはやっぱ寂しいっす。誰かとね喋らんとなんかやっぱ寂しいっす。心細い。まあまあけど今日はまあ僕の好きな海プラスまあ信頼ということで面白かったです。また打てる機会あったら絶対打ちたいと思います。お疲れ様でした。Bye.